皆さんこんにちは、健康読書です。突然ですが、今から皆さんの呼吸力を測るテストを2つ行います。テスト 1. 1、鼻から普通に息を吸う、注意、思い切り吸わないようにしましょう。 2. 小さく息を吐く。 3. 鼻をしっかりつまんでから計測をスタート。 4. 息をしたいと自然に感じるまでの時間を測ります。唾を飲み込みたくなったり、喉や首の筋肉がピクピクし始めたら、呼吸をしたくなったサインです。 5. 鼻をつまんだ手を離し、呼吸を再開します。ここで大きく息を吸ってしまった人は我慢のしすぎです。準備はよろしいでしょうか。3秒後に計測を開始します。 3、2、1。 皆さんは何秒間で吸いたくなりましたか？解説は後ほど行いますので、次のテストに進みましょう。テスト2。 1、できるだけたくさん息を吸ってから息を止める。 2. 鼻をしっかりつまんで計測スタート。 3. 限界まで息を止めていられる時間を測定します。体調が悪い人は無理をしないようにしましょう。それでは3秒後に計測開始します。 3、2、1。 何秒我慢できましたか？まず一つ目のテストですが、長く息を止められている人ほど呼吸の回数が少なく、自然な呼吸によって体に酸素を運べています。40秒程度止められた人はアスリート並みの酸素保持能力があります。30秒から39秒の人は適切な範囲の呼吸が行えています。20秒から29秒だった人はやや呼吸の回数が多くなっており、酸素をうまく取り込めていません。10秒から19秒だった人は呼吸回数が非常に多く危険な状態です。結果が30秒以下だった人は呼吸力の低下の可能性があります。2つ目のテストは呼吸機能の状態を測るテストです。60秒以上止められた方は理想的な呼吸の状態であり、アスリート並みの呼吸機能の持ち主です。40秒から59秒までの人は呼吸機能に問題はないですが、さらに良くすることができます。40秒以下だった人は呼吸機能が低下している可能性が高い状態です。2つのテストの結果が両方ともあまり良くなかった方は、かなり呼吸筋が弱っており、呼吸の回数が多くなりすぎて低酸素状態に陥りがちです。低酸素状態は肩こり、頭痛、慢性疲労、睡眠障害、消化不良、肥満など様々な症状を引き起こします。また呼吸筋が弱っている人は日常的に口が開いており、口呼吸をしている人が多く、風邪にかかりやすい、アレルギー体質、口内炎、口臭の悪化、顔のたるみ、二重顎などのさらなる不調を同時にもたらします。うまく呼吸ができていないというのはかなり深刻な状態なんです。不調のほとんどは呼吸がうまくできていないことから来ていると言っても過言ではありません。さあ、前置きが長くなりましたが、そんな弱った呼吸筋を改善するトレーニングをご紹介してまいりましょう。トレーニング1、横隔膜呼吸。まず行うトレーニングは、横隔膜呼吸と呼ばれる呼吸法を身につけるためのものです。まず、膝を立てて仰向けに寝ます。その後、お腹の横に手を当て、ゆっくり鼻で呼吸します。息を吸った時にお腹が左右に膨らみ、吐いた時に戻れば OK です。次も先ほどと同様に膝を立てて仰向けに寝ます。今度は両手を胸の上に当てて、ゆっくり鼻呼吸をしましょう。呼吸をした時に胸が斜め上、顔の方に膨らめば OK です。ここまでクリアできた方はいよいよ本番です。また膝を立てて仰向けに寝ます。今度は片手を胸に、もう片方をお腹に当てて、ゆっくりと鼻呼吸をしましょう。呼吸をした時に胸とお腹が同じように膨らんだりへこんだりすれば OK です。もし胸とお腹がバラバラに動いてしまう方は、一度息を吐き切ってからゆっくり吸ってみましょう。この呼吸法を身につけるだけで、体幹の安定による姿勢改善、腸の適度な圧迫による便秘改善、内臓の適度な圧迫による血流改善などのメリットが生まれます。ぜひマスターしましょう。トレーニング2、加圧呼吸。
このトレーニングは呼吸機能を鍛えることができます。1、手をお腹に当て、自然な呼吸から口を閉じ、お腹がへこむのを意識しながら鼻からゆっくり7秒息を吐きます。2、吐き切った後にダメ押しでふんとさらに息を吐きます。3、吐き切った後に自然に入ってくる空気を6秒かけてゆっくり鼻から吸いましょう。多くの場合、吸うというより自然に入ってきます。このトレーニングを習慣にすると過呼吸が改善され、自然に体に酸素が行き渡る呼吸ができるようになってきます。下手な腹筋運動よりお腹の引き締め効果も期待できると思います。どこでもできるトレーニングですので、積極的に取り組んでみましょう。まとめ。本日は不調の9割は呼吸と姿勢で良くなるという本を参考に呼吸についてご紹介いたしました。呼吸の乱れは様々な不調のもと、口呼吸をしないで鼻呼吸を行う、横隔膜を正しく動かす呼吸を身につける、以上の点を意識して少し呼吸に意識をして生活してみてはいかがでしょうか。また呼吸のトレーニングを重ねた後に、冒頭で行った呼吸のテストを行って成果をチェックしてみてください。それでは本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。